どうも本能の小物釣り師です。本日も新潟遠征の2日目、新潟県の浜で、釣りをします。このテントで、寝ておりました。その朝一の釣り、新潟県の砂浜、小針浜というところ、通称バリ浜と呼ばれているポイントです。かなり有名なポイントで、朝一から、今5時ぐらいなんですが、すでに人がほぼ満杯の状態にいます。有名なポイントなので、むしろ本日が本命、一番釣れると期待して釣りを朝一から始めていきたいと思います。さて、たくさん釣りたいと思いますが、釣れるでしょうか。さて、釣りですが、朝一は、ひとまずちょい投げでやってみたいと思います。多分魚、朝なので、岸際にいるのではないかなと、そういう想定で、やっているところです。まあ、もし、多くの魚が近くにいるのであれば、まあ、遠投するよりも、近場近場と、手返しよく釣っていった方が、能率がいいです。それで竿は、3メートルの重り負荷15ぐらいのちょい投げ竿で、中型スピニングリールに、道糸は、PE の2号を巻いております。重りは中通しの天秤で、8号、針は、競技用のキスの、5号を、4本、つけております。こんな感じで飛距離は、だいたい30メーターから、50メーターも飛んでいないと思います。近めに投げて、ゆっくりとリールを巻いて、魚を探りつつ、魚がいる距離を、調べながら、釣っているところです。それで状況ですが、周りを見ても、ほとんど釣れている様子がないです。なかなか厳しい、状況のようです。まあ実は、今日が本命というか、釣れた魚全部持ち帰って家でゆっくり食べられるので、どちらかというと、全部食べなきゃいけない昨日よりも、今日、釣れて欲しかったなぁなんて思ってるのですが、まあ少なくとも今の状況だと、ちょっと、期待薄のようです。波も穏やかで、非常に釣りやすい環境ではあるんですが、まあちょっと穏やかすぎるのかなと、まあ魚の活性がどうかという、そんな感じでございます。さてそろそろかかるといいんですが、どうでしょうか。
小さい。よし、小さい。